お仕事です。今日はお仕事、ちょっと早い。今日は寝癖を整え、寝癖ではないか、今さ風呂入って朝起きて風呂も入って昨日エレタも5時起きるって言ってた。エレタンさんとは違うお仕事かも私は今日、私一人のお仕事なんだよね。一人仕事なのだ。ヘルシアさんありがとう、中さんありがとうございます、ハートありがとう。おはよう。早いね、早すぎるね。5時、眠い、移動中に寝ちゃいそう。眠いよ、眠くないはずなのに眠くなっちゃう。なんか髪伸びたくない？よく寝れたかな。いや、なんかそんな寝れなかったかも。僕は寝てないですが、寝な。サイン付きいただきました、ありがとう。サインみんな当たっててよかった。いっぱい書いたもん、いっぱい書きましたもん。伸びたよね髪。もっと短くしてほしいのかな、みんな的には。一旦キープてか放置してるんだよね今。カメさん入ってありがとう、早起きだ。寒くて目が覚めた。寒い？肌寒い感じか。いろんな髪型できん、そう、まあそうなんだよ、結べるやつもある。アレンジによってはそうなんだよね。なんか伸ばしはしないと思うんだけど、伸ばしはしないんだけど、まあボブぐらいで、キープさせたいっていうのはあって、そう、めっちゃ短いっていうのは、いや私も気分屋なのでね気分屋なのよ。もうなんか切っちゃえみたいなさなっちゃうわけよ。
もう切っちゃえ切っちゃえみたいになっちゃうわけ。気分屋なので、また短くするときはあるかもしれないけど、ちょっと伸びすぎてんね今多分。うわー、切んなきゃかな。いや、本当にここら辺まで伸ばしたいのよ、鎖骨ら辺。伸ばしたいとこなんですよね本当はね。そう、本当は伸ばしたいんだけど、短い方が似合うと思うんだよね、わかんないけど。寝るか寝ないかの外際だ。寝な起こしちゃった感じ、通知で起こしちゃった。高校球児ぐらい短くいっちゃう。言ったね。本当にしていいのね。前髪分けまたお願い。結構良かった。年寄りは目が覚める。あんまり寝れなくなるとか言うよね。年を重ねるごとに。眠くない。おはよう。バス配信久々かも。二度寝する体力がないのよ。私二度寝三度寝できるってことはまだ若い証拠なのかな。みんな二度寝できないの？できなくなるの？本当に？二度寝とか最高じゃん。終わったら寝るっすね。グッジョブ。おはよう。朝ごはんの支度するのでドローンしますね。いいね。仕事をサボるごとに。まあそうね。いやもうダメだよ、平日はダメだ、休みの日に限る。愛知はまだまだ若いでしょ。まだまだ二度寝できます。余裕です。早い時間にやってくるの真面目。朝早いよ、まあ、たまにはね朝配信もねいいな、いいかもしれない。たまにはいや伸びた。髪長くない？どうしよう、伸びちゃった。完全に伸びてる。伸びてんね。いやー、筋肉大人っぽく見えるっちゃ見えるよね。でも長いっていうか伸びてる。脂っこいもん食べれる。脂っこいもの？なんかね、なんか胃もたれするようになってきました。
早いよね。これさ、なんかイントロにみたいだよね。でもこのなんかはまださ20前半とかでさ、ちょっと胃もたれしてきてみたいな言う人いるじゃん、言いたがりみたいな思われそうだけど、いやちょっとなんか本当に学生の頃に比べたら本当に弱っちゃったんだよ胃が。そう、いやでもまだ強い方だと思うけど、なんか食べ放題とか行きたくなくて、あんまり行きたくなくなっちゃった。焼肉食べ放題みたいな、めっちゃさわんぱくのな学生みたいな感じで、めっちゃなんか食べ放題しか勝たんでしょみたいな感じだったのよ、2年前くらいまでは。やっぱ二十歳になってからもうなんか、なんかその美味しいお肉とかもその適量がいいみたいな感じなんですよ。切るときに少しでもって気持ちが嬉しいです。そうね、今日の夜はね疲れて帰ってきちゃうからさ、ちょっとあれかなって、覚えないといけないこともあるかもしれないけど、ちょっと不安なので今日や朝やって、あ早く起きた、髪の毛当たって首かゆくならない、なんないね。そんななんかあれだから、あの毛先シャーシンみたいな感じじゃないから柔らかいんで、一応全然全然夏バテだよ。だいや夏バテ私しない、多分しなかった、クルタも言ってるイメージ。そうおじさんか、せめておばさんにして、霜降りはあの数枚でいいかも。おは、いやなんでだろうね。でもあでも私その油っぽいな、ちょっとあれだけど甘党なので、スイーツは割とバチバチにいけちゃうかもですねそれだとあんまりあれなのかな、別に弱くないスイーツならいけるね。うわなんかウルフカットとかにしてみたいんだよね私一回、こういうわかる、ウルフなんか、うわ似合わないか、してみたいんだよな。早起きです、早起きなのよ。だから最近さ昼夜逆転になっちゃって、そうなんかねキングダムにハマってから、キングダムを夜通し見ちゃったりして、なんかなんか気づいたら朝方みたいなことになったりして、そう昼夜逆転になっちゃってたので戻さなきゃと思って、仕事が忙しくなったら、ね、勝手に戻るんですよ。そう休みが続いたりしてると、夜更かししちゃうので、まあ明日から忙しくなるからまあ治るでしょうって思ってます。お顔可愛いから多分寝汗難しいでしょ。いや私だからそうだよね、なんかアキさんとかタイプはなんかウルフ似合いそうだけど、私って顔の系統的にちょっとあれだよね、私ってちょっと女の、いやわかんない、私の顔の系統はわかんないんだけど、なんかそういうかっこいい系似合わないよね多分。あ1171ありがとうございます、71になりました。キングダム深夜部 やらせてもらってますね。今日も移動中はね寝ないようにねキングダムをねぶっ通してみようと思ってますね。今4期入ってます。
モテみたいな髪型、いや似合わないね多分。カメさんありがとう。え、そう考えたら私短すぎても、いやでも、イエイ、あちょっともう終わります、終わります、すいません、アニメ見てますキングダム。はい、ということでちょっと早いんですけれども終わりたいと思います、行ってきます。じゃあランキング見ます。13位カンタくん、12位なかなかなかさん、11位クルルさん、10位なかさん、9位やっせんぼさん、8位ブルーウィングさん、7位スミスさん、6位ねんねんさん、5位、あ変わっちゃった、スミスさん、スミスさん、7位ホーランさん、6位ねんねんさん、5位青鷹さん、4位カメさん、3位ただの魚さん、2位ゾンさん、1位ヘルシアさんです。とにかくたくさんありがとう、ありがとう、ご分をありがとうございます。じゃあねみんな、お仕事してきま、行ってきます。みんなも頑張ってください、今日も一日、あ日曜日、今日、あ嘘だ、え月曜じゃん、月曜でした、頑張ろうね頑張りましょう、バイバイ、ありがとう。